綱は、戦国時代から安土桃山時代の越後国の武将、上杉氏の家臣、竹の又森綱の子。名は、範綱とも。後に清綱と改名した。通称は、左京介、左京臣。当初は、信濃国に敗されていたが、天正10年魚津城の戦いで、竹乃竹当主だった兄、喜び綱が討ち死にすると、その光景である。 竹の又正る綱が、まだ幼く、加盟断絶の危機にあったために、本領に戻った。文禄二年、勝つ綱が亡くなると、竹の又家の家督を継承した。翌年、上杉家の合図違法に従い、森山城代として二千百国を領した。その後、米沢違法にも従っている。家督は、市川坊津の子、清房が継いだ。竹の又家の系図によると、 竹の又森綱の子であり、竹の又家の出身とされているが、上杉家文書、五家中諸子略系府によると、長尾氏の出身であるとされている。同資料によると、元の名を、長尾刑人と言い,い、越後大浦城主を務めていたという。ウオ城の戦いで断絶していた竹の又家の家徳を継いだという。また、上杉家文書、上杉氏系図では、 長尾ため影のこの長尾影久が、竹のまたけの養子となったと記されている。ありがとうございます。